ウェルキンゲトリクスの像ウェルキンゲトリクスは、ガリアに住むケルト人の一部族であるアルウェルニ族の出身で、古代ローマのガリア侵略に対して抵抗した人物である。フランス最初の英雄と称される。ベルキンゲトリクス、ベルチンジェトリクス、ベルサンジェトリクスとも表記される。バーシンジェタックスジェットセアーマオプジェーデスセザール、アレシアの戦いにて、カエサルの軍門に下り、 勝利者の足元に武器を投げ捨ててみせるウェルキンゲトリクス。父のケルティルガローマと戦うため、ガリア諸部族をまとめ上げた後に暗殺されている。その後20歳前後で族長となり、ガイウス・ユリウスカイサルのガリア戦争において、それまで、統率の取れていなかったガリア諸部族をまとめ上げて、対ローマ統一部隊を組織すると、ガリア各地で、ゲディラ戦やローマ軍の平坦戦の寸断。 焦土作戦などを展開し、ローマ軍を苦しめた。アウアリクム包囲戦でアウアリクムを陥落させられたが、ゲルゴーヤで反撃、ローマ軍に勝利した。しかし、最終的には、ガリアの都市、アレシアに追い詰められ、ローマ軍に包囲された。突破作戦を決行するも失敗し、部下達の保全を条件に、ついに降伏、投降した。その後、ウェルキンゲトリックスは、ローマへと送られ、 6年間トゥイリアヌムに投獄された、後、カエサルの外戦式が行われた際に処刑された。カエサルは基本的に敵に回った人間でも処刑することがなかったが、若くして統一組織のないガリアの諸部族をまとめ上げ、しばしばローマ軍を打ち破った彼に対してだけはそうはしなかった。優秀すぎたために危険人物であるという政治的な判断によるものである。 近代に立ってもウェルキンゲトリックスは、フランス最初の英雄、ガリア解放の英雄とされ、かつてアレシアの町があった、現在のアリーズ・サントレーヌ村には、ナポレオン三世の命によって銅像が建てられた。また、フランス人彫刻家、フレデリク・バルトル・ディサクのウェルキンゲトリックスの像が、クレルモン・フェランの中央広場に建てられた。その他、サンジェルマン・アンレーには彫刻家、 エメミレ作の像が建てられている。最近では1959年に始まったフランス発でヨーロッパとその旧植民地全体へ広がった人気漫画アステリックスシリーズにはウェルキンゲトリックスの姿が投影されている。ありがとうございます。